島村み17歳はなぜ猿を逃がしたか。猿を逃がしました。帰ってもいいですか。あなたを救いたいの。もうやめようよ。確かに彼女は猿を逃がした。でも記者に刃物なんか向けてない。一度ついたイメージはもう消せないよ。そんな人生がこう交差する瞬間、伏線が回収されていく感じ、もうってなるじゃない。ミッパ、本当にそれが大切。真実なんてね、どうせねじ曲げられて伝わるから。助けて。